ますね。どうもサクサクミルク赤崎です。はい、よろしくです。はい、はい、この度はこちらラーメン清太郎小川町店舗ということで、5月にできたばっかりのお店、あ、新店ですか。新店舗でございます。あ、ね、徒歩3分、徒歩3分、そう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 、神保町からも行けるという感じで。あ、なるほど。そしてね、あのラーメン二郎新宿歌舞伎町店出身の方が神田に開いたお店の2号店ということで。なるほど。ございますね。はい、で神保町とですね、明治大学の坂の途中に間にあるという無敵の立地条件、学生さんにはすごい嬉しいですよね。あ、で今日メニューラーメン、チャーシュー麺、チャーシューダブルとつけ麺、各種中盛り大盛りございますけど、はい、このですね、つけ麺が存在するあたり、まあ、歌舞伎二郎っぽさありますよね。あ、まあまあそうですね、うん。ただ今回はラーメンの、チャーシューダブルを選択ということで、いや、まあテンション高いけどね、地面はね、地面は、へい。あ、ということでね、今回の食堂はちょっとまた映像化してみました、ね。あ、すごい。歌が多い時はね、回っていきますね。ね、あ、すげえ。マシマシって言ったんですけども、うん、厨房で全マシですって言われちゃったので、マシマシはできないかもね。もしかしたら見た目完全マシマシですけどね。マシマシに見えますか、見た目はね、うん。まあ、でコールはね最初に言ってくださいということで、はい、豚からいきましょうかね。返しがねべっしゃ染み込んだロース豚、まあ歌舞伎といえばロースのね、伝統的ロースですから、まあまあ、引き継いで、そうね、うん、孫ですけど歌舞伎から見たらね、言わずもがな、すごい肉厚がすごいんでね、これ圧力を緩和していきますから、ね、野菜でヒュンとね、ヒュンと、ヒュンと、うん、シャキ度がちょっと高いんで食べ応えも抜群。あ、確かに見た感じそうですね、よく噛むものによく噛むものを合わせてますね、これね。スープもどっぷりと入れていきますと、やや非乳化の、やや濃いでバランスがいいスープ、結構熱いです。もうあー、やっぱもう熱がね閉じ込められてる、ね、歌舞伎城の熱さね。そしてこれ肉の繊維非常に粗いんで、このスープを吸収しやすく、しっかり浸すとギガうまということでね、うん、ギガレベルでも、ギガレベルでちょっとソフトバンク的なうまさね。急にソフトバンクちょっとギガが入っちゃうとね、ソフトバンクに限らずだけどすすか、最近で言うと、まあそんなことを言ってる間になんと麺を引き出している、本当にスピードのある展開だ。いや、何の言ってたの、テンションは丸ごと実況みたいな、麺です、丸ごとそれぞれ、はい、今回ね、麺量増やしてないんですけども、これデフォルトですよ、すげー量入ってるんですよ。いや、すごいっすねこれね。これ麺増していったらどうなるのかなっていうのがちょっと気になりますけど、相当な量になるでしょうね。でここでね、再度豚をこれ再度整列させるんですよね。2回再度って言いましたがね、詰め替えタイプのホワイトペッパーをさらにこの豚の上にかけていきますと、なるほどね、胡椒かけるために、どうなるんでしょうか。豚盛りということでね、降りてきましたけど、豚盛りになるんですね。すごいね、しなしみ込んだ豚に大量胡椒が運命いえということで、豚盛りじゃないよ、厚盛りみたいなやっと気づいてくれました。食券提出前にね、麺の硬さを選べるのもちょっと歌舞伎っぽいです。あ、歌舞伎っぽいになってますけども、歌舞伎っぽい、これもわざとですか、これは。違う違う、直しておけばよかった、これ。あ、これはね、ミスなんだ、ミスです、すいません、うん、あの玉ねぎはね、歌舞伎町にはな、あの歌舞伎店にないんですけど、森太郎、あ、清太郎、清太郎です、読み方は清太郎ね、森太郎とか森太郎って呼んじゃうけども、なんか家系ラーメン屋っぽいですね、ちょっとこの玉ねぎの感じとかね。なるほどなるほど、確かにね、あの玉ねぎの風味を口に残したまま豚噛み締めると非常に美味しいんで、パクチーでいく。はい、そしてニンニクは埋没してましたが、ここで上に戻って、そしてさつ揚げるんですね。それぞれって煮込まなくていいからね、うん、あの溶け出している玉ねぎの成分と相まって、あー美味しそう、美味しい、うん、ね。ニンニク自体はですね、やや辛の平均的ニンニクパワーなんで、はい、同じ科目の玉ねぎを入れてもいいでしょうということで、科目同じ、なんていうの、学校じゃないんだ、なんとかかっていうじゃん、ニンニク、何かなんだろうか、何かなんだろうか。ここまで思ったことは、麺が非常に長いんでね、この気持ちよくすするのがとっても美味しいですよということでございます。なるほどね、でね、最後の一口まで、食べていくので、ファイナル豚、そしてファイナルスープまでいっちゃった、最後豚からのスープで、そうなんですよね、ごちそうさんでしたと綺麗に食べれました。はい、いやー、清太郎さんね、はい、さあ、清太郎さん見ていきましょう、こちらのマシマシ 88.9 ということで、ちょっとね、
平均の85を上回りましたね。前々回ね、平均が85ということが分かったんで、はい、ここでも言っちゃいますけども、はい、でもちょっと指摘があったんだけど、はい、ラーメン二郎ひばりが丘店がまさかの70代のマシマシレベルだったらしい。あ、そうだの。ちょっとマシマシのインフレ化が今起こってるんで、あ、だんだんとやっぱね、マシマシレベルでもそんなことが起きてると。でも昔は年末とかしてなかったからなんか低めに設定してたのかもしれないけど、まあ、結局赤星のね頼み方次第ですね。俺次第だから本当にブレますね、このマシマシレベル。というわけでね、お茶の水行った際はラーメン二郎神保町店以外にも新しくねこういったお店もできてるんで、ね、なるほど、皆さんご検討、ね、そうですよ、ご検討ください。聖太郎の聖、you